相撲部屋は結局ね、あんな1400坪の土地に相撲部屋建てて、ほんであんなでっかい部屋建てて、誰いい谷町いたのって聞いたら、いや全部もう本人が銀行で金借りてやってますとか言って、それの方が大変じゃんとか言って、うん、だってまあ6億借りましたと、6億借りたとするじゃん、金利まあ 1% 取られるとしたら、だから年間だから600万だよね、だから6億の 1% だから、うん、だから月に計算したら50万だよね、50万は毎月だから金利だけで黙って50万いるわけよ。そっか支払い、30年ローンの支払いだと年間だと2000万円いるわけよ。2000万円ね、2000万円だから2600万円は何にもしなくても部屋の経営で必要なわけ、家賃としてね。それで2600万円必要で、なおかつ電気代、水道代、ガス代いります、で、あとまた飯代いります、もう教会からもらえる金で賄えると思う、絶対無理だよね。っていうことはどういうことかっていうと、やっぱり一番だからその講演会の交流がある、俺もゴルフ一切やらないんだけど、やっぱり親方連中にしたらゴルフで一番谷町を見つけるのが一番いいっていうわけよ。ゴルフでそのコンペとか開いて、でそれでこうどんどんこう講演者を、ゴルフやる金持ちの社長多いから、そこでいろんな、だからそれで本人はゴルフでやって、でそれでそうやってやっぱ講演会集めて、やっぱお金をやっぱり集金するしかないやん、どう思う？いや本当そうなりますよね、だから営業をしないと、うん、そうそう、だからもうそれもしょうがないのかなっていうのもあるけど、やっぱ自分らが考えてるような相撲協会の方針とはやっぱ全く異なるよね、うん、今それが今現状で一番だから、うん、まあそうしないと偉そうにはとか言って、俺は関係ねえよとか言って言ってたら、別に講演会もなかったら15、6人の部屋の経営で経営成り立つ、無理なんだよ、うん、だから本当にだからあのマスコミとかは協会側もその稀勢の里のゴルフは悪いように言ってますけど、稀勢の里にとってみれば全部弟子のためっていう、そうだよね、じゃあもう経営のためにはしょうがないよね、はい、うん、そういうことも全部踏まえて考えないといけないってこと、だから協会のこれからトップになるような人間はだそういうことをだからうまくそのできないような形、そういうことしなくてもいいような運営の仕方とかさ、そういうことを考えていかないとダメになるよね。またそんなんでこうね、そういう立ち回りがうまい人間が部屋の経営がうまくなるっていうこと自体はおかしいよね、うん、だそこのところをまあ分かってほしいなっていうのがある、うん、まあだから部屋系でもやっぱりその収益物件とかだったらいいじゃん、まあ建物、まあじゃあね、だから建物6億かけて建物建てました、でそれでまあ家賃収入が東京都内だったらまあね貸してくれる、もう10年20年はだきれいにしてくれれば満席にはなるわけじゃん、席、じゃあそれに対してだからその建物と土地に対しての月々の金利が、まあ、収益物件だったら 1.5 とかそれぐらい取られるんだろうけど、 1.5 ぐらいで収まって6億でも金借りたらその分の支払いで十分回っていくわけじゃない、家賃払わなくても、あのね、そういうふうな戦い方だったら OK だけど、でもそのまま平屋でポンって立ってて戦い方、これはしんどいよね、うん、だからそういう賢いその部屋の経営、上を全部マンションにしてっていう今力士多いじゃない、そうですよね、うん、だいたい今だいたい 3,4 回以上は賃貸にして、うん、1,2,3 回は相撲部屋が多い、うん、そしたらまあ収益でトントンになったら、うん、その1階と2階が家賃が10万円とか20万円で済むだったら部屋の経営は十分成り立つからね、はい、うん、そういうだからそれとあとやっぱこの前だからこう大野里が話があるけど、大野里がだからそうやって新弟子に酒飲ましたとか、まあ言ってたけど、
それはどうなのって言って話聞いたら、まあそういう巷でこういう話をいろいろだから弟子から聞いてるよって言って、いやそれも違うって言って、あ違うんだったら安心だよねって言って、まあ、たまたまだからその風呂場のとこに、はい、うん、酒蔵みたいなのがあって、でそこでこうたまたまこう酔っ払った勢いでなんかそれ酒飲んでって、それでまあまあ19、20歳とかでやっぱりいじったりするじゃない、はい、そういうのでこう勢いでそういう風になった。まあでもそのそういうやっぱ一番その時に番付の上のは大の里なんだから、うん、そこはやっぱちゃんとこれから先、うん、やっぱりこうやっぱり一場所でね、一場所二場所で重量上がったっていうことは、だから結局いろんなことを相撲関取になるまでにいろんなそのまわしを締め込みを折ったりとか、あとその下がりのこの紐あるじゃん、紐をこうふのりでこうやったりとか、着物を本畳みしたりとか、あとそういういろんなその化粧まわしの畳み方とか全部教わるわけよ、うん、そういういろんなこうしきたりみたいなのあるわけよ、いろいろね、付き人についてる時に一人からいろいろ、そうそう、それをもうできないけど叩かれながら教えられるわけよ、何もできないのかとか言って、パッパパッパやる、まあ、そういうのはだから一応そういうのはもうこう免除されてるわけだから、だからその分だからやっぱりその分やっぱりこう若い子に対しては目いっぱい気遣ってトントンだよっていうことが分かってほしいなと、うん、だってもうそれで普通にやっててもあいつは待って何もね仕事もできないで女関取になりやがってとか言って、ひがみややっかみの塊なんだから、うんうん、だって、うん、圧倒的に番付下の先輩ばっかりですよね、うんうん、だからもうそこは気遣ってやらないと、もう高菜だって1年半でやったけど、俺その時俺ずっと俺の付き人やってくれてたからね、だからその着物の畳み方とかそういうのも全部教えたよ、こうやってやれとか言って関取になるまで、まあ先輩だったからね5年ぐらい、うん、そういうのでこう教えてやっぱこう相撲って回っていってたから、だからもうやっぱ何も知らないでポンと入ったらもうそこあるから、そこをこれから先絶対に上上がってくる力士なんだから、そこを気遣ってやった方がいい、うん、愛情だと思ってちょっと聞いてほしいよね、憎たらしくて言ってるわけじゃん、うん、やっぱり先輩からしてみればそのやっかみもあるから、うん、ちょっとなんかあればちょっと嫌な言い方を外に漏らしちゃうっていうパターンもなきにしも、うんうん、あるんだよね、だからこれから気をつけなさいよって、うそういうこともあるから、で二所ノ関でもまあね、これからやっぱ上に立っていくんだろうから、やっぱもう極力気をつけて何でもやっていかないと、うん、本当にそういうふうにこう言われるから気をつけないとね、まあ、そんな感じかな、だからもうやっぱりこうまあ早く独立してね、よかった、まあ早く独立した方がいいやって言ってたらもう独立してたけどね、もう6月にも決まってたんだろうけど、まあその決まっててもこう宿舎をだからいつ借りるとかそういうのあるじゃない、いろいろ引っ越す時期とかもあるから、だからそういうので1、2ヶ月かかるだろうなっていうのはあったから、すぐ変わったりするようなことは分かんなかったね、それはちょっと俺もあの間違いだったから、それは間違いということで謝ります。